どうもレイです、今回は長崎の高校生が成し遂げた偉業についてお話ししていきたいと思います。皆さんは100均をねよく利用することがあるでしょうかね。生活必需品の大半はね100均でね揃えられることがねできるような時代になりましたよね。今回のねお話なんですけれども、そんなね庶民の味方の100均がある高校生たちのね研究に大いに役立ったお話です。皆さんの中でユリ科のね長崎義母子っていう花をねご存知の方いらっしゃいますでしょうかね。この長崎義母子っていうね花なんですけれども、現在ね鹿や宅地開発によってねその個体数をね減らしているそうです。でそのことを知ったね長崎南高校の、科学部員たちが絶滅危惧種であるねこの長崎義母子を救いたいっていう気持ちがね研究の出発点となりました。部員たちは理科室でねクローンを作れれば長崎義母子をね救えるんじゃないかっていうふうに考え、2016年にこの研究をスタートさせました。しかしその壁はね非常に高かったんです。クローンをね作り出すにはまずはね葉っぱやね茎の一部を切り出して細胞のね塊にね成長させなきゃいけないんですけども、まあこれがカルスってね呼ばれるんです。そこまで成長させるに無菌状態のね形で20日間ねこれをね維持させなければならないんです。要は無菌状態がね維持できないとカビが発生しちゃってね細胞の塊には成長ができないってことなんです。でその後ね今度クローンにまでね成長をねさせるにはさらに40日間のね時間がかかります。まあまずはこの無菌状態を維持するためのね専門の装置っていうものがね必要になるんですけれども、そのお値段ねなんと200万円。これとてもじゃないけど高校の部費では絶対にね賄える金額ではないですよね。そこでね部員たちがね安価でなんとかできないかなっていうもので目をつけたのが段ボールでした。この段ボール箱にね次亜塩酸ナトリウムっていうのを使用して無菌状態をね作り出したんです。しかしこの次亜塩酸ナトリウムっていうねこの物質自体も非常に高価なもので、結局はね費用不足に陥ってね研究を一時中断せざるを得なくなっちゃうんです。まあそこでね突破口を開いたのが科学部のね顧問の先生でした。これなんか冗談半分でね100均のね殺菌スプレーを持ってきたそうです。これ使えっつって感じでね。で部員たちはねそのスプレーをね使用して実験をね再開させるためにね箱の中に4回程度ね吹きかけて、それでビニールで密閉をしたんです。そしたら見事にね無菌状態を作り出すことに成功したんです。しかも高額なね装置に匹敵するほどの効果だったそうです。いやこれこそねこの発見こそ本当に知恵とね努力のね象徴だっていうふうに思いまして、そこが私一番ね感動しました。いやー高校生といえどもねこの若者のねこの知恵と努力と力っつうのすごいなっていうふうに本当に心から思いました。まあその後ね卒業生からねこの研究を引き継いで再現実験をね1年ほど繰り返した結果、長崎義母子のクローンをね作れることが証明されました。同様にねレタスとかジャガイモもね一緒に実験してこれも成功しているっていうことです。
で、このね、成功論文は、もう時期11月ですよね。この11月に、シンガポールで行われる中高生の科学論文のね、世界大会で発表されます。ね、日本の若者がまた一つ新しい技術をね、開発したんです。これすごいですよね。ま、今回はね、長崎のね、高校生のこの偉業っていうものについて、お話をしていきましたけれども、またよろしければ、遊びに来ていただければ幸いに思います。どうもありがとうございました。